くれてるってね。はい、おはようございます。はい、レチルさん、ルゼヤさん、おはようございます。アメン。今日はいい天気です。いい天気です。では出かけましょう。 OK OK OK。 今日の御言葉からいきましょう。今日の御言葉、4月26日火曜日。神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。 God wants everyone to be saved and to know the full truth. God wants everyone to be savedAnd to know the full truth. 神様は一人も滅びることを望まずって書いてあります。すべての人が、ね、救われてほしい。すべての人が救われてほしい。これが、神様の御心です。ですから私たちもそのような思いを、持つべきです。すべての人が救われる。すべての人が救われてほしい。私たちはそう思うべきですね。すべての人が救われてほしい。すべての人が救われてほしい。今日はいい天気です。今日はいい天気。今日はいい天気です。今日はどこに行きましょうか。まだですね。決まってないんですね。行くところが決まってないんですが、どこがいいでしょうか。行く場所が決まっていません。リス園はまだ空いてませんね。リス園空いてません。チューリップのあるところは知らないですね。天国へ、天国に行きたいですね。USJ は遠すぎます。どこに行きましょうかね。町田駅。町田駅、この間行きましたね。町田駅行きましたね。車だとね、ちょっと町田駅は難しいかもしれません。パノラマ。そうですね。この間、ね、シモンさんとパノラマ行きましたね。鶴川駅。そうですね。まあ、ちょっと足の行くまま、気の行くままで行きましょうかね。はい、それではどこへ行くか分かりませんが行きましょう。それではメッセージをします。今の
言葉にあるように、神様は全ての人が救われてほしい、全ての人が真理を知ってほしい、全ての人がですね、天国に行ってほしいのです。皆さん一人一人がですね、救われてほしい。神様は、その人を救いたいわけです。しかし、その神様が人を救うには、その一遍に、強制的に救うということはなさりません。神様が人を救うときには、やっぱりそのように、その救う、その、条件が必要なんです。その救う条件というのは、そのイエス・キリストを信じるか信じないかということですね。イエス・キリストを信じるか信じないか、そこにですね、救われる条件があるわけです。そこに不思議さがあります。その行いによっては救われない、人間が良い行いをして救われないというのが、その何て言うんでしょう、信仰義人ですね。立法主義というのは、立法主義というのは、その自分の力で神様のその、立法教えをですね、全うしようとする考え、その自分の力を誇るのが立法主義と言ってもいいかもしれません。しかし、その神様のその御心は立法主義ではなくて、そのイエス・キリストを信じる信仰、イエス・キリストを信じる信仰、その信仰によって、十字架によって義とされる。十字架によって義とされる。それがですね、福音なんですね。こっちをちょっと行ってみましょう。おしど。小さな公園がありますね。ちょっと小さな公園行ってみましょうか。ちょっと小さな公園がありましたから、ちょっと小さな公園探索。ここは駐車禁止ではないです、駐車禁止ではありません、はい、とても小さな公園があります。これは花水木ですね。花水木。ツツジがたくさん咲いてますね。すげえでしょ。あ、ミツバチ。ミツバチマーヤがいましたね。蜜を吸ってこっちは邪魔しちゃいけない。水鉢前
ミツバチがですね、蜜を吸ってます。この間もありましたけども、ちょっとタンポポですね、タンポポのこのですね、これは本当に不思議ですね。こういう神様が作った不思議な、神様が作った不思議な、ね、その種をまくという、種をまくという不思議な、ここにベンチがありましたね。神様が、そこ、あまり人が来ない、人が来ない公園ですね、ここはね。はい、それではメッセージね、しましょう。すべての人が救われて、そしてすべての人が真理を知ってほしい。皆さん、その、ペトロにはですね、一人も滅びることを望まずとありますね。一人も滅びることを望まない。神様はですね、すべての人が救われてほしい。皆さん一人一人が救われてほしい。誰も滅んでほしくない。こっちの方がいいかな。誰も滅んでほしくない。すべての人が救われてほしいのです。そういうわけで、私たちは、神様の大使です。私たちは、その私たちはですね、誰に対しても証をしたいんですね。誰に対してもイエス様を証しし、その人がですね、救われてほしいんです。はい、ちょっとプチプチですか。はい。それじゃあちょっとですね、場所変えましょうね。ちょっと電波が弱いということで。はい、それじゃあですね、電波のいいところに行きましょう。なかなか新しいところというのはね、難しいかもしれませんね。はい、ちょっとまた今日はですね、新しいところを開拓ということで、少し電波がいいかどうかちょっとわからないんですけど、探しましょう。電波のいいところを探します。はい、神様は全ての人が、全ての人が救われることを望んでおられるということですね。すべての人が救われることを望んでおられます。ここは行き止まりでした。
行き止まりでしたね。もう一箇所ちょっと公演をしていますので、もう一箇所の公演に行きましょうね。なかなか、まあ、その、電波のことですね、それから駐車場のこと、いろいろありますので、下調べが本当は必要なんですけど、ここはちょっと狭い道ですね。狭い道は難しいですね。私たちが誰かと、会うときに、誰かと接するときに、その人が救われてほしい、その人が救われてほしいと望むべきなんですね。そういうことの中で、私たちは隣人を自分のように愛する、隣人を自分のように愛する、そういう愛するということの中で、私たちはその人が救われてほしい、救われてほしいと思うことが、大事ではないかなと思います。ここに公園がありますけど、この公園はどうでしょうか。公園にいるですね。小さな公園、ね、ここも駐車禁止ではないです。よいしょ、こういう声に来ましたね。ここ電波どうでしょうか。ここは電波いかがでしょう。鉄棒がありますね。鉄棒。鉄棒。鉄棒してもいいですが、何ができるでしょうか。鉄棒してみましょうか。平気かな。パソコンを置く場所がないですね。パソコンを置くときに、はい、こういう感じ。鉄棒見えますね。アングルが難しい。前回りですね。前回りしかできませんでした。帽子を踏んでしまいました。落ちた帽子を自分で踏んでしまいました。
前回りだけですね。以前は若い時はですね、逆上がりとかね、足掛けとかできたんですけど、まあ前回りが一番勝ったんですよね。滑り台ですか。滑り台はちょっとあれですよね。あまり滑らないですね。滑り台はあまり。ああ、藤の花が咲いてます。皆さん、ちょっと、藤の花をお見せしましょう。ここに藤棚があってですね。藤の花が綺麗です。藤ですね。で、藤棚と言いますね。藤棚ですね。まだ八重桜も咲いてますね。ここにちょっと八重桜も咲いてます。まだ八重桜ね。そうですね。ね。神の愛は、皆さん、神の愛はですね、人が救われることなんですね。人が救われること。皆さん、愛というのはですね、愛というのは、その人が救われて、まだプチプチですか。レイチェルさん、プチプチですか。音が悪い。あ、音が悪い。プチプチ。そうですか。そんなことない。ないって、そんなことないって、あ、そう、大丈夫ってことですね。はい、わかりました。イエス様、どうか私に力をください。面接落ちてばかりでやる気が起きません。騙されちゃダメだって。はい、わかりました。騙されちゃダメ。はい。バルナバさん、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ということで。はい。電波良好、大丈夫。ありがとうございます。ですから、神の愛というのは、神の愛というのは、人を救うことなんですね。それが十字架です。十字架というのは、人を救うための、犠牲です。人を救うための犠牲です。まさに、その命を捨てて、人を救おうとするその姿、それが十字架です。そして私たちも同じように、私たちは神の愛で生きる、神の愛で生きる、これが私たちの人生なんです。皆さんが、イエス様を信じて救われました。皆さんの中で本当に、イエス様を信じて救われた方が、たくさんおられると思います。しかし皆さんが救われたのは、皆さんが救われただけではなくて、今度はイエス様のその、
イエス様の代わりに、イエス様の代わりに皆さんが伝道する番なんです。皆さん、私たちは本当にこの世で一番大事なこと、この世で一番大事なこと、それは人が救われるということなんです。人が救われること、ね、人が救われること、これがとても大事なことなんです。人の救いほどですね、人の救いほど大事なことはないのです。そして救われて真理をしていく、成長していく、そこに大事なポイントがあります。人が救われていくこと、ぜひ皆さんが、その神様の御心は、神様の御心は人が救われることだということを知ってほしいと思います。神様の御心は人が救われること。神様の御心は、すべての人が救われて、すべての人が救われて、真理を知っていく、真理を知っていく、それがその神様の御心です。皆さん、人生の目的はそこにあるんです。人生の目的はイエス・キリストを通して、イエス・キリストを通して人が救われていくこと。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためです。アメン。アメン。皆さん、そのことをしっかり理解しましょう。しっかり理解しましょう。あ、ここにいい木がありますね。この木は、なんか、苔が。苔が蒸してますね。ちょっと向こうの方行ってみましょうね。こういう感じですけどね。なんかあそこに林が、あそこになんか森がある感じですね。森がある感じですね。コミュニティバスが通ってますね。そういうわけで、皆さん、ぜひ皆さんのですね、人生の計画、皆さんの人生の計画、皆さんもその人が救われるという、人が救われるという神様のご計画に合わせてほしいんです。皆さん自身が神の御心を行ってほしいのです。神の御心、それはイエス・キリストを通して人が救われること。イエス・キリストを通して人が救われること、それが、
神様のご計画なんですね。その神様のご計画に皆さんがその協力する、一緒に働く、一緒に使える、それがですね、人生の目的なんですよ。ですから、今こうやってニコニコでですね、伝道していることも、その神様の御心なんです。神様のご計画なんです。皆さんがイエス・キリストを信じて、神と和解してほしいのです。神の国に入ってほしいのです。神の国に入って、神の恩恵を受けてほしい。神の恩恵を受けてほしいのです。スズメが来ました。はい、それではですね、それでは、証し行きましょうね。証し。はい。証し行きます。イエス様を信じて、この世界の今の目的は、人が救われること、人が真理を知ること、イエス・キリストを通して人が救われること、真理を知って歩むこと、それがこの世界の目的だということが分かった人、分かった証、神様のご計画が分かった証、スタート、神様のご計画が分かった証、スタート。神様が愛してくれるほど人間は魅力的なのです。この放送に勧められて視聴した家族全員のアトピーが奇跡的に完治した。アトピーが治りました。アメン。もうすぐ彼が亡くなって1ヶ月です。悲しんでばかりじゃなく、イエス様のおかげです。悲しんでばかりじゃなくなったのはイエス様のおかげです。恥ずかしい訛りが治った。アーメン。自信はマジサタンの仕業だと分かった。タバコ依存やめれました。救われるとはどういうことですか。救われるというのは、悪魔の虜から、神の子になることですね。悪魔の虜から神の子になること、神の国に入ること、神の国に入ること、それが救いです。キューちゃん、上司からいじめられているけど、イエス様は救ってくれるの。イエス様、助けて、イエス様上司から助けてと祈ってみてください。祈ってください。熊本の人たちに油が注がれますように。タバコギャンブルやめれました。アメン。行き止まり人生から行きまくり人生になった。天地創造していただいたイエス様は最高の芸術家です。
天地創造していただいたイエス様は最高の芸術家です。いいですね。イエス様は周囲の誹謗中傷から守ってください。さまざまな問題は神の愛が現れるために私を用いてくださっていると分かりました。アメン。地滑り人生から復活イエス様サンキュー人生。キューちゃんの放送が楽しみで毎日朝起きしても早起きしています。この世で本当にやらなければならないことを早く実行したい。この世で本当にやらなければならないことを早く実行したい。スズメやスズメダチュンチュン、伝道によって神様の計画を知りました。日本に今一番必要なのはキリちゃんのような牧師さんだと思う。アメン。ありがとうございます。アメン。悪コメやめました。悪コメやめました。カリスマは半端ないっすね。あれもアトピー治りましたよ。被災地でも牧師が必要だと思います。アメン。キューちゃんの放送のおかげで真人間になりました。アメン。この世の真理をもっと日本の皆さんに知ってほしい。アメン。そうです、真理を、イエス様の教えの真理を多くの人が知るべきです。多くの人が真理を知るべきです。キューちゃんの伝道は確実に日本全国に広がっています。キューちゃんの伝道は確実に日本全国に広がっています。すべての人が救われるよう神様の教えに従うべきです。フィリピさん、おはようございます。おはようございます。キューちゃんの電子ブック買いました。はい、バルナバさんがですね、電子ブックを第2弾を発行しました。アマゾンでですね、旧牧師とググってくださいね。アマゾンで旧牧師と、アマゾってください。アマゾってください。そうするとバルナバさんの本が出てきます。イエス様の真理とは何ですか？イエス様の真理とは何ですか？まず、イエス様ご自身が真理です。イエス様ご自身が真理です。また、聖霊様が真理です。聖霊様が真理です。悪霊が、偽り、
偽りの霊、悪霊が偽りの霊です。聖霊様が真理です。そしてイエス様の御言葉、イエス様の御言葉が真理です。イエス様の御言葉が真理ですね。イエス様が神様だとしたら、その前は神様いなかったの。神様は永遠にただお一人ですね。神様は永遠にただお一人です。今イエス様の救いを一番必要としているのは熊本の人たちだと思います。熊本に布教しに行かないんですか？神様の導きなら行きます、ね。神様の導きなら行きます。エネルギーあふれる伝道に出会いました。アメン。はい、それではファイナルメッセージしましょうね。ファイナルメッセージ。皆さん、何が大事か。多くの人はですね、何が大事かが分かりません。自分の欲望を満たすこと、自分の夢を実現すること、または、もう目的なしで生きること、虚無主義とか快楽主義。多くの人は虚無主義であり快楽主義です。それは良くないんです。それは目的を知らないんです。真理を知らない。真理を知らないことはよくないんです。やはりですね、すべての人が真理を知るべきですね。すべての人が真理を知るべきです。私たちに生きている目的があるんだ。生きている目的があるんだ。私たちは、ね、その目的のない、ね、生き方をしてはいけないんだ。私たちはしっかりとその正しい道を歩まなきゃいけないんだ。間違った道を歩んではいけない、ね、間違った道を歩んではいけない、正しい道、それは、神様の御心を行うことです。神様の御心を行う。しかし神様の御心を行うと言っても、神様の御心はどういうものか分かんなかったら、神様の御心は行えないですよね。神様の御心、ね、それをですね、まず知る必要があります。神様の御心を知る必要があります。ぜひ皆さん、まず神様の御心を、知りたいと思ってほしいと思います。この放送はイエス様の教えを分かりやすく説明している放送です。皆さんは、だんだん分かってきたと思いますね。皆さんはイエス様の教えを学び続けているんです。しかし多くの人は、イエス様のことを聞いたことがありません。イエス様の教えを学んだことがありません。ただただこの世のあり方、この世の、ね、考え方の中で生きています。それが、その人生に目的が、ないかのように生きてるんです。まあ、この世が目的になってるでしょう。多くの人はこの世が人生の目的になっています。そうではないんですね。人生の目的はこの世ではないんです。人生の目的は天国なんですね。人生の目的は天国なんです。永遠の命なんですね。永遠の命。ぜひ皆さんがその
本当の目的をしっかり、ね、持ってほしいと思います。そして皆さん自身が救いを確かなものにしてほしい、救いをですね、確かなものにしてほしいんです。皆さんが救われなければね、伝道するというのもですね、まず皆さんが救われることがその伝道の伝道のスタートではないでしょうか。まず皆さんが救われる必要があるということですね。では皆さん帰路に、行きましょう、ね、帰りましょう、はい、今日はちょっといろんなところに行きましたけど、よいしょ、帰りましょう。その神様の御心に沿って生きる。イエス様おっしゃいました。主よ主よというものが神の国に入るのではない、主の御心を行うものが神の国に入るとおっしゃいました。主の御心、神様の計画、神様の思い、それを行うこと、私たちは罪人というのはある意味ではサタンの心を怠っていると言ってもいいでしょう。悪いことをする、悪いことをする、それは、その悪夢の心を怠ってしまう、それが罪なんですね。それに対して私たちは神の心を行います。多くの人はサタンの心は知っていても神様の心を知らないんですね。サタンの心は知っています。悪意、敵意、怒り、憎しみ、それは悪魔の心なんですね。悪魔の心、そして神の愛、神の愛、それが神様の御心です。神は愛です。神は愛です。神の愛が神の御心なんです。それはその人が救われるように、人がその救われて天国に行こうと、天国に行くこと、神様の愛なんですけれども、私たちは、悔い改めて、サタンの心を捨てて神様の心を、神様の心を求めるようになりました。皆さんがこの放送を見ているのも結局は神様の心を求めていることになります。皆さんがイエス様から学んでいるということは神の御心を確認して、そしてその自分の心を吟味して、サタンの心ではなく神様の心を行おう、神様の心を行おうと皆さんは思って思います。日々の生活の中で本当に大事なことを確認する必要があります。
はい、着きました。はい、教会に着きました。皆さんの人生を、目的をはっきりとしましょう。私たちは、そのサタンの心を行うのではなく、サタンの計画を行うのではなく、神様の御心を行うのです。神様の計画を行うのです。そのサタンの計画と悪魔の、神様の計画の両方をはっきりと理解しなければいけません。多くの人は騙されて悪魔に用いられています。皆さんが、あ、そうか、もうサタンの心を行いたくない、サタンに利用されたくない、神様の御心を行いたい、神様の御心を行いたい、ぜひ皆さんはっきりとそれを認識して、はっきりとそれを理解してですね、それを選び取ってほしいのです。神様を選び取ってほしい、イエス様を選び取ってほしい。皆さんの人生がね、永遠の命か永遠の滅びか、永遠の喜びか永遠の苦しみか、皆さんとても大事なポイントなんです。今も苦しいならば、今皆さんが苦しいなら、それは自国に向かってるから苦しいんです。方向転換しましょう。方向転換して、自国行きから、ね、天国行きに方向転換しましょう。自国行きから方向、天国行きに方向転換しましょう。今日の放送を聞いて、方向転換したい。方向転換したい。悪魔に従うんじゃなくて、もう、知らず知らず悪魔に従ってたけど、これからは神の御心を行いたい。神様の御心と同じ目的を持ちたい。神様の目的を持ちたいと、そのように強く思う方、アメンと言ってください。悔い改めて、これからは、その、神様の計画を持ちたい。神様の計画を持ちたい。人を救う働きをしたい。自分も救われ、人も救う働きに、協力したいと思う人。アメン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 。素晴らしいです。たくさんのアメンがあります。アメンあられです。アメンあられです。アメン。素晴らしいです。アメンあられです。アメン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 。天のお父様、感謝します。たくさんの方が神の御心を知りました。神様の御心を知ってアメンと言っています。彼らがあなたの御心を行うことができますように。あなたの御心を行う人生が始まりますように。悪魔と敵対し、悪魔のその嘘を見破り、真理の内を歩むことができますよ。イエス様の教えをしっかり守って、悪魔に打ち勝つことができますよ。あらゆるその悪魔の心を捨てることができますよ。悪魔の心を捨てて神様の心を持つことができますよ。神の愛で生きることができますよ。神の愛で生きれますよ。イエス様、一人一人を祝福してください。一人一人が作り変えられますよ。一人一人が新しい心、新しい希望、新しい力を得ますように。神の力を帯びますように。神の力を帯びて、新しい人生、希望に満ちた人生、光を感じますように。心の光を感じますように。人生に光を感じますように。希望が満ちてきますように。希望が満ちてきますように。一人一人の心の中に、あなたの希望が注がれますように。喜びが注がれますように。希望による喜びが注がれますように。救ってください。
救ってください。アーメンと言った人たちが救われますように。救われますように。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 。はい、ありがとうございました。それじゃあ、ちょっと早いですけど、今日の夜8時にまたお会いしましょう。神様の御心を求めてください。神の御心を求めてください。神の愛で歩んでください。それじゃあ、良い一日を。シャローン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 。アメン。